2つ目、三戸警察署完成に向けての町の対応について、今年度完成予定の新三戸、警察署に向けて、道路整備等を進める計画について、以下3点質問いたします。1、関根1号線の計画と詳細と、計画の詳細と、進行状況、完成予定について、2、地域の皆様への説明や報告について、3、以前から危険と指摘している旧横浜町内会館前の横断歩道対策について。町長。それではお答えを申し上げます。今年度の新三戸警察署完成に向けての道路整備を等を進める計画につきましてご答弁を申し上げます。1点目の関根1号線の計画の詳細と進行状況、完了予定についてでありますが、ちょうど関根1号線は県道三戸南部線から町民体育館等の町の主要施設や三戸消防署、現在、施工中であります三戸警察署へつながる路線であります。平成17年度から道路改良事業を進めているところであり、延長375メートル、幅員 6.5 メートルから7メートルで、総事業費は約5億円を見込んで計画されたものであります。進行状況についてでありますが、熊原橋の架け替え工事を含め285メートルの改良工事が完了しており、残り90メートルが未完了区間となっているところであります。完了予定についてでありますが、未改良区間の用地交渉を粘り強く進め、早期完成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。2点目の地域の住民への説明や報告についてでありますが、平成18年1月に地域住民への説明会を開催し、全体計画の内容を説明しているところであります。3点目の旧八日町町内会館前の横断歩道対策についてでありますが、ご指摘のありました横断歩道は県道と町道が交差する三叉路となっております。現在は上道新町および八日町側の両方から確認ができるよう2基のカーブミラーを設置し、歩行者および車両の安全確保に努めているところであります。また今年度においては安全対策として、関根1号線から県道へ出る際に減速を促すなどの対策を予定しているところであります。これまで議員からご指摘をいただきました三叉路での蒸発現象の対策についてですが、三戸警察署へ現在申し入れをしているところであり、今後引き続き関根1号線道路改良工事の進捗と合わせて、県道路管理者や三戸警察署と協議を進めてまいりたいと考えております。久慈君。はい、ではですね、平成17年から計画を立てましたという形であれば、2005年ですね、2005年というと16年経つんですね。これなぜ計画止まったのか、いつ止まったのかお知らせください。建設課長。はい、いつ計画が止まったのかというご質問でございますけれども、この計画が、止まっていたということではなくて、用地の交渉であったりとか、そういったものを進めていく段階で、今未整備部分が90メートルございますけれども、その部分の、用地交渉等を進めていた結果、ちょっと今のところ遅れているというようなことでございます。計画を止めているということではございません。以上です。藤井君。三戸町のですね、消防署の移転計画っていうのが決まったのはいつでしたか。
建設課長。三戸警察署の移転がいつ決まったかというご質問だと思いますが、こちらの方で把握しているのは、今の警察署が整備されている土地を、令和2年2月に、売買契約を結んでおりますので、その段階でその場所に、警察署が建つということになったものだと考えてございます。久慈君。この移転計画が決まったときにですね、計画が止まったと言ってね、ずっと用地交渉が16年間やってたよという形の答弁でしたけれども、移転計画が決まったときに、計画済みの道路整備というのをストップしたと私は認識しています。その時に再度道路整備計画を修正して行ったと思うんですけども、そうじゃありませんでしたでしょうか。建設課長。移転計画が決まった後にその整備済みの部分の道路の整備がストップしていたのではないかというようなご質問だと思いますけれども、計画の変更というところに関しましては、今現在も整備が進んでおります以外の90メートルの部分の未開料区間を、工事をするというところで、今用地交渉の方は進めさせていただいております。でそれの計画を、令和元年に、計画の変更をしているんですけれども、その計画についてはその用地買収の関係で、用地を取得できる部分、できなかった部分もありましたので、その歩道であったりとかそういった部分の、計画の変更をしているというところでございます。久慈君。計画変更をしたのが、令和元年ということでしたけれども、平成18年から計画立てて実施してて、で用地が、用地買収と大変で進まないとなってて、令和元年に計画変更っていうのはちょっと時間経ちすぎじゃないですか。なぜそうなったんですか。建設課長。時間に関して経過する時間が確かにかかっていたのは事実でございます。そういった面で早くその関根1号線自体の整備を進めていくために、その元年に、計画を、変更して、早く進めれるような形で計画を変更させていただいたというところでございます。確かに時間がかかっていたということは事実でございます。以上です。久慈君。遅くなった経緯だったり、もうちょっと教えてもらえないですかね。現在までの具体的な交渉日だったりとか、どんなことをやったのか、これからの交渉の予定だったりとか、その辺は分かりますか。建設課長。これまでの、その整備の取り組みということだと思いますけれども、これまでも、その関根1号線の整備に関してはやっぱり用地の取得というところがやっぱり課題になっているというところでございましたので、その関係する、土地の所有者の方々と、協議をしながら、ご協力もいただきながら進めてきているところでございます。で具体的にどのように進めていくとかっていう部分に関しては、これからの部分に関してはまだ用地交渉自体が調整がついていない部分もございますので、そちらの部分に関してはこれからも粘り強く用地交渉を進めていきまして、整備を進めてまいりたいなと考えております。以上です。久慈君。はい。これ以上話したらダメかもしれないんだけど、具体的な交渉日だったりとかありますかって聞いたんですけど、その辺に関しては答えられないということですかね。
建設課長。これまでの具体的な交渉の日付であったりとか、そういったものに関しては大変申し訳ありません。この場でちょっとお答えすることは差し控えさせていただきたいなと思ってございます。今後の、用地交渉の方の、影響もございますので、内容に関しましては申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。久慈君。それでしたら、議会を追ってから、提出するということは可能ですかね。私の方で知りたいと言ったら、それは教えてもらえるものですか。暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。建設課長。先ほどのいつ交渉をしたのかというところの記録を出していただきたいというような内容だと思いますが、こちらの方で出せる内容といたしましては、いつ交渉をしたのかという日にちとかそういったものは公表は可能かなと思いますが、内容につきましては出すもの出せるものではないかなと思います。情報公開制度に基づきました手続きといったものもございますので、そちらの方でよろしくお願いいたします。久慈君。はい、分かりました。私はいつ、行政として行動を起こしたのかというだけが知りたいです。なので、それを出していただければ別に構わないというふうに思います。もっと、ね、時間に余裕を持った形で行うことができればいいんじゃないかなというふうに思っています。次に2番の方に移ります。2006年平成18年1月に説明会を実施したということのようでしたけど、その時どのような説明をしたのか、どこに対して行ったのか、それから、どこまで情報を開示したのか、をお聞きしたいと思います。建設課長。関根1号線の整備に関する住民説明会の、ことでございますけれども、
説明会は平成18年1月17日に説明会を行ってございます。対象はその路線に絡む、関係者28人の方の出席を求めまして、12人の方に、出席をしていただいております。内容につきましてはその関根1号線の、全体の、整備計画どのような形で、道路を通していくのかといったところの、説明をさせていただいております。久慈君、場所はどこですか？建設課長、説明会の会場ですけれども中央公民館でございます。以上です。久慈君、質問にちゃんと答えてください。お願いします。地域の方から、それは次に質問させてもらいますけど、地域の人からどうなってるんだということの問い合わせいっぱい聞きます。今後どうなるのと、ここはこれに関してはどのように回答すればいいですか？建設課長。はい、今関根1号線の関係の、地域の方々からの不安に対する回答をどのようにしたらいいかというようなご質問ですけれども、まず関根1号線自体の整備自体は確かに今進捗は遅れているというような状況でございますので、まあ、引き続き町といたしましてはその早期に完成するべく用地交渉も進めていきたいと考えてございます。まあ不安に思われている方につきましてはそういったお問い合わせであったりとかそういったものがあった際にはこちらの方でも誠心誠意お答えしてまいりたいと考えております。久慈君、もう一回質問します。地域の人から不安をどうなってるんですかと聞かれたら私はどう答えればいいですか？建設課長。どのようにお答えすればいいかというような答えですけれども、今現在町の進捗を、私の方から今この場でお話をすることがまず大事なことかなと思っております。で確かに遅れているということで心配に思われている方もいらっしゃるかと思います。そういった中で議員がどのようにお答えすればいいかというようなことでお答えにお困りの部分もあるかと思いますが、東方といたしましては関根1号線自体の整備をもっと早急に、進めていけるように用地交渉とかそういったものを進めてまいりたいと考えております。町長。はい、今建設課長の方からあった通りでございますが、ここの地権者によって、対応状況も様々だと思いますので、そういった方にはぜひ建設課担当の課長の方まで電話をいただければよろしいかと思います。議員の方でいつまでにこれはできますからという話は現段階ではまだできる状況ではありませんので、担当課の方までお電話いただきたいと思います。久慈君、それが聞きたかったです。はい、そしたら課長の方に連絡させてもらうにしますので対応していただきたいなと思います。はい、では次、3番目に移ります。その、関根1号線から、県道に入るところですけれども、何回か説明してありましたけど、なんか遠いのがカーブミラーがあるよと、それから警察にも話しているということですけれども、確かにミラーありますね。でただあそこの部分というのは車の停車位置がきちんと決まっているわけではなくて、右折車線と左左折車線、いや両方の車がこう並んでいることが見たことがあると思います。そうなるとね、ミラーは役に立たないんですよね。これでも安全なのかなと私は思うんですけども、それに警察に、申し込んでいるということですけど、いつ警察に行かれましたか？建設課長。今のその道路の対策についていつ警察に協議をしたかというような話ですけれども、7月8月の28日だったと記憶してございます。
カーブミラーの、お話でしたけれども、まず関根1号線から県道に入る部分、小島酒店のところに大きいカーブミラー、あと、関根1号線の右側、上東新町側に、カーブミラーがついているというところで、あと2台車が並んでいる状況があって、それだと見えないというようなことでございましたけれども、停止線も特定されていないというような話でしたけれども、横断歩道の手前に、横断歩道があるというところで、その後の停止線があります。で、そこで、一応そこで確認をして、両方のカーブミラーで確認をしていただいて、歩行者とか、車といったところを確認できるものではないかなと考えてございます。久慈君。私が何回か話してから現地確認しました。それからもし行ったとしたらいつ何時、その結果はどこですか。結果を教えてください。建設課長。関根1号線の、交差点、定時の交差点の、場所を現地を見ているのかということでございましたけれども、先日、8月の27日に、三戸警察署の、交通課の担当の方と、現地を見て、協議をさせていただいてございます。内容としては、横断歩道の停止線の手前に、横断歩道ありというのの横断歩道があるという標識がありますけれども、そちらの方に、あそこの交差点の安全対策どのようにしたらいいかというような内容で、警察に協議をさせていただいておりますが、その横断歩道ありという標識に、歩行者がいますので注意してくださいというような、案内看板等を設置するのはどうなのかというところを話をしましたが、警察の方としてみれば、その標識自体には最小限の表示しかできないということで、原則からちょっと不可能かなというような話をいただいております。また止まれの、標識と停止線をまず設置を、手前の間口が狭いところに一旦停止線を引いて、そこで一旦止まってもらって先に進むという対策はどうですかというような内容の話をいたしましたが、その先に横断歩道の停止線があるということで、その一時停止自体はあまり効果がないのではないかというような話もいただいてございます。で、まずそういったことから、あそこの交差点に関しましては、交通標識とかの、規制を行うよりも、そこが交差点であるよというようなところを運転者、ドライバーとか歩行者に分かっていただくような対策がいいのではないかというような話をいただいております。これについても同じく県の道路の担当、道路管理者にも、お話をいたしまして、協議をさせていただきました。同じような内容で、そこが交差点であるというようなものがすぐ分かるような対策、例えばカラー舗装にするとか、あとは安全地帯ですかに、ラバーポールを立てるというような対策なども考えられるかなというような話をしていただいております。で、その道路の、改良といいますか、対策につきましては、県に要望を出していただきたいというような話もいただいてございますので、来年度の、県の要望に、町として、要望を出していきたいと考えてございます。久慈君。分かりました。この内容は8月28日って話をされましたが、8月27日ですね。私はね、関根1号線、1日何回も走るんですよ。に、今回緊急車両が入るということも含めて広がるでしょう、道路はね。今現在でも時速40キロで走ってる危険だなと思う車はいます。すれ違うポイントによっては狭くて危ないと思っています。しかし道路整備やね、で道路が広くなって車がすれ違えるような幅になれば、必然的に走る車の速度も速くなります。危険速度は増しますし、危険度も増していきますね。これは想定じゃないです。人間の速度感覚の違いにより必ずそうなるんです。なおかつ何度も話していますよね、
蒸発現象、これはクーラー現象と見ます。夜間対向車とすれ違う際に、自車と対向車の前のライトが交差することによって、歩行者がドライバーから見えなくなると、あたかも蒸発したように見えるというのが、この蒸発現象ということです。県道に入ったときに左側から来る歩行者は見えません。これに対して、ヒヤリハットのことを何回か話しています。300回、1対20桁で300って言いますよね。300回ヒヤリハットがあれば、1回は絶対大きな事故が起きるんですよ。だからこそ事故が起きてしまったらどうするんですかということを何回も話しています。私はここの場で話しています。建設から対応したのは8月の27ですよね。今から1週間、2週間ぐらい前ですね。1週間ぐらい前か。私は話しているのは、令和2年3月に開催されました第487回の一般質問において、町民からの要望やクレームの対応について、丸5、八日町小島酒店の交差点の蒸発現象対策について、ここで話をしています。最後に私は、私自身も一般質問で、危険予測、危険防止、危険管理の件で3度話していいと思います。というふうに話をしています。また、その時にこれだけ話していて、事故が起きている町で責任取れるのと対応してもらいたい、強く要望しますと話しています。また、遡ると、令和2年3月に開催されました第487回の一般質問においても、丸に町の交通安全対策に関して、3、町内危険箇所の調査と対策、この件でも話しています。さらに遡ると、平成30年12月に開催された第478回の一般質問において、1、役場の危機管理体制について、3、町内の危険箇所、ここでも話をしています。平成30年ですから、すでに3年になりますよ。なぜ手をつけないで1週間前に手をつけるのか、きちんと私が納得できる答弁をしてもらいたい。建設課長、ただいまの、関根1号線に関する、その危険な部分であるということを、区事議の方でいろいろご指摘をいただいているという件で、時間がかかっているのはなぜかというようなことでございましたけれども、当初、関根1号線の、整備に合わせて、その交差点の部分に関しては、県とか警察とかに協力を求めて、どのようにしたら、そういった安全対策ができるのかというようなところを、その関根1号線の改良工事に合わせてやるというようなことを、考えて進めておりました。ただ今関根1号線自体がまだ用地交渉自体が済んでいない部分がまだあって、完成がまだ見えていない中で、このままにしておくというようなところも、区事議員がずっと前からのお話をされている通り、危機管理とかその安全対策とかそういったものに関して対策を取る必要があると考えまして、先日、警察と、検査の方と協議をさせていただいてございます。以上です。久慈君。ちょっとあまり納得しませんけど、じゃあ、玉新寺らのですね、関根1号線に出る見通しの悪い T 字路に関してはどのように考えていますか。建設課長、玉新寺の、お墓があるところから関根1号線に出る部分のところについてどのように考えているのかというようなことでございますけれども、今現在あそこの部分から関根1号線に出る際に、両方から来る車が確認できるようにカーブミラーを玉新寺さんの方で設置をしていただいているというように聞いてございます。あそこにあの部分に関しましては、確かに、買い物をする方であったりとか、あと近くに保
所と保育園ともございますので、子どもさんであったり、多くの方が利用されているような場所でもあるなと認識はしてございますけれども、そういった部分でそのカーブミラーとかそういったもので安全を確認していただきながら、歩行していただきたいなと考えてございます。藤井君。あそこちょうどですよね、曲線人がつけるものなのかなとちょっと思いますけども、あそこは危険箇所でもあると思います。で、関根1号線をただ拡幅するということではなくて、あそこ緊急車両が入るんですよとに、拡幅することによって車の質も今以上に上がるんですよと、歩行者がいるんですよと、あそこに歩道はありますか、ないですよね、それも含めて考えていかなきゃならないんじゃないでしょうか。2、上道新町からの方の関根1号線に出るほどの見通しの悪い T0、 あそこに関してもあそこの急な坂で冬転んでる人結構いるんですよ。そういうところも含めて、もしあそこの部分を直すんであれば、そういった目線も考えてもいいんじゃないかなと私は思うんですけど、どう思われますか。検察課長。はい、今、議員からご指摘をいただきました件の部分に関しましても、今度、協議を考えてまいりたいと考えてございます。以上です。藤井君。今度考えるって今答弁されましたけど、今度考えるじゃなくて、考えて計画を立てるんですよね。考えてなければならないんですよね。なぜかっていうと、ちょっと課長に質問しますけど、三戸町の交通安全条例第2号、町の責務第3条にあります。町は町民の交通安全意識の向上や交通安全を確保するため、啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならないと書いてあります。また町は全校の対策の実施にあたっては、県、国、県、警察、その他の関係機関及び団体と、緊密な連携を図るものとするとあります。明日事故があってもおかしくないという話してから3年放置されているわけですよね。で、今後も考えていきますよと。ちょっと前回の答弁もそうですけど、納得できないんですが、基本的に安全を守るために条例があって、その条例のために、動いているという部分もあると思います。ちょうどですからね。それに対して、ちょっと本来であればこのような形でやっていかなきゃならないと、でも今現状こうだった、だから今こうなってますっていうんだったら分かるけど、ずっと動いてました、でも今がありますっていう答弁のちょっと私納得できないんですが。建設課長。交通安全条例にをまずに基づいて、その道路整備とかそういったものに関してはその協議とかを進めていくというのが町の責務だというようなことは認識してございますので、今後、そういった部分に関して、ご意見とかご要望があるものに関して、現地とかそういったものを確認させていただきながら、整備と取り組みを進めてまいりたいと考えております。久慈君に申し上げます。発言時間、次の質問も控えておりますので簡潔に願います。久慈君。じゃあもうこの件に関しては最後質問しますけれども、先ほど3年、関根1号線をやるとき一緒にやるという話をしましたけれども、私は3年前から危ないよと話をしていると、それでいてやっと行動を移したのがその1週間前というのはなぜですか。
建設課長。関根一号線に関するその整備に時間がまあかかっているという、その対策に時間がかかっているということでございましたけれども、先ほどもその交差点の安全対策等につきましては、その関根一号線の整備に合わせて、やっていくというようなことを考えてございましたので、確かに時間がかかっていたということでございますが、まあ、そういったことでは、まあ、確かに関根一号線の方の用地交渉であったりとかがまだ進めていない、用地がまだ調整がついていないというような段階でございましたので、その整備まで待っていると、まあ、いうことは確かに安全対策としては、まあ、遅れを取るというような考えがありましたので、まあ、確かに遅くなってはございましたけれども、まあ、今回の、まあ、一般質問の、内容を踏まえまして警察との協議も進めてまいりまして、あと県ともお話をいたしました。今後、まあ、そういったところで警察あと県とも、お話をしながら、どういった方法が最良なのかといったところをまた検討をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。久慈君。はい、分かりました。今後も、私は確認していきます。よろしくお願いします。佐野警察署が、佐野にあるということによって町民の安全と安心というのが格段に上がっています。本当にありがたいなと思っています。16年前から関根一号線の計画が動き始めて、その後頓挫していると私は認識していました。動いているという答弁をいただきましたけれども、新たに佐野警察署ができるまで拡幅するという形で動き始め、設計の見直しも対応していると、用地交渉用地場所で遅れている現状とも聞いています。ただ先ほど来言ってますけど、安全対策に対しては用地交渉が進まない、用地場所が進まないということではない。危険防止というのはすぐ対策をしなければならないということは、ヒエリハットでもそうですけども、認識しているかと思います。それに対しての行動があるのはやっぱり遅すぎると私は思います。3年前から、同、関根1号線で蒸発現象危険箇所に関しては指摘して、拡幅すればもっと危ないと、そういうふうに考えられる中で、対応の優先順位が低い、そう思っています。これは事故を未然に防ぐんでなくて、事故が起きないことを願っているとというふうに私は言いようがないというふうに考えています。私の所管する、建設農林常任委員会では、委員とともに必ず現地を見て、委員全員で安全性を考えて評価して、それで優先順を決めて、委員会として決めて、建設会、農林会に指示して、提示して、そして、予算計画の資料として作成しています。これやってきています。これ根底にあるのは町民たちの安全と安心を私たちがやらなきゃならないって思ってるからやってるわけですよ。それが一番だと思ってるから、優先順位決めるのは。ただ実行していますと動いてるだけで優先順位が決まってない、それと並行してやるというのではちょっと収まらずだなと私は思います。速やかに関根1号線の安全対策をお願いしたいと思います。長くなりまして申し訳ないですけど、次に行きます。